今回は堀口恭司選手の参戦ですね。はい、ついに俺とやったぶりぐらいじゃない多分。そう、日本の、そうだよね、日本で、日本だと1年半ぶり以上、もっとぐらいだね多分、はい、そう20ヶ月ぐらい。俺と試合をした後にベラトールで2戦して、その後初のって感じか。だから超久しぶりに日本で堀口選手が試合するっていうことでね、まあめちゃめちゃ楽しみなんですけど、まさかのね対戦相手が金太郎選手ということで、はい、これはちょっとね、この話を聞いた時に正直なんでとなりましたね。なんでって感じじゃない、まあ正直さ、その金太郎選手もライジンで今2連敗してて、でまあ勝ったり負けたりの戦績の中で、でまあバンタム級トーナメントでもさ早い段階で負けちゃってる選手なわけで、それが堀口選手と戦うっていうのはなんでだろうなっていうふうに思いましたね正直。まあただそのだったら他にその堀口選手とやるべき選手いるのかって言われると確かにいないんだよね全然。まあそのみんな怪我をしてるしみたいなねいう状況の中で、まあもしいるとしたらどうだろうな、滝沢選手とか。そうだね、実績的には滝沢選手かなと思うんだけど、やっぱり知名度的な部分でさ滝沢選手より、まあ、金太郎選手の方が、知名度は高いからね、まあそういうのとか、まあキャラクター性とかっていうのを考慮してするとやっぱ金太郎選手の方が敵になるかなとは思いますけどね。まあでもまあ微妙だなっていう感じはしますよね正直。だからね本当はその海外の強豪選手とかとね見たかったんですけどね正直。なんかさ荻久保選手がやるキム・スーチョル選手っているじゃん、ローデフシーのチャンピオン、その選手と堀口選手がやったら面白いなと思ったんだけどね俺は。そういうなんか海外の強豪選手と堀口選手だったら、おお、これは楽しみだなってなったんだけど、まあでもやっぱり今回、その、なんだろうな、その大晦日的なさ、ノリの大会じゃん、でかいイベントの。だからこそ、こういう、なんか、いつもとは違う方向性の対戦カードが組まれたのかなっていうのもあると思いますね。まあでも、その、実力で言ったら、まあ、堀口選手の方がかなり上だと思うんですけど、まあ、堀口選手の立場からするとさ、もう絶対に負けられないっていうか、勝って当たり前だって思われてるじゃん、今。そういう状況って、実際その選手側の立場からすると、めちゃめちゃプレッシャーなんだよね。なんか、金太郎選手の方が、その、失うものがないし、もう勝ったらすごいみたいな感じで言われてるから、やりやすいし。だけど、堀口選手からすると、かなり、こういう試合っていうのは、かなりプレッシャーに感じると思いますね。あとは、なんか今2連敗中じゃん、堀口選手。はいはい。だから、もう次負けたら結構やばいっていう状況なわけですよ。そういう、なんかもう絶対落とせない、しかも絶対勝てるって言われてる相手って、まあやりづらいなと思いますね。だからこそ、どうなるのかなっていう、ちょっと心配な部分はありますね。普通に言ったらどういう試合になるかとか、なんか予想はあるの？まあね、金太郎選手が結構その攻撃力とかはすごくあるんだけど、まあ、結構大振りな攻撃が多いから、その堀口選手ってカウンターがめちゃめちゃうまいわけよ、本当に全部に合わせてくるような感じだから、いつも その金太郎選手の戦い方でいくと、まあ、結構遠い、なんか井上直樹戦とか見るとさ遠い距離から思いっきり振ってったりしてたけど、ああいうのを堀口選手にやっちゃうと、まあ、合わせられちゃうなっていう。井上選手には合わせられてても、そのあんまりその殺傷能力があるパンチじゃなかったから倒されなかったけど、堀口選手の場合一発一発がめちゃめちゃ強いんで、ああいう戦い方をするとカウンターを合わせられてやられる可能性が高いなっていうふうに思いますね。ああ、金太郎選手がこう攻めてってそれに迎え撃つっていうような感じ。そうだね、なんかちょこちょこ当てられて、その出入りがのスピードが速いからで、コンパクトだからさ、それで当てられて、それでなんだろう、思いっきり強引に入るとカウンター合わせられちゃうんじゃないかなっていう予想をしますね俺は。なんかさ、堀口選手が4秒ぐらいで倒した試合覚えてる？
そのイアン・マッコール。ああ、覚えてます。出会い頭に。そう、なんか、ストレートをさ、イアン・マッコールがサースポーなんだよね。で、サースポーで思いっきりこう、ストレートをさ、行った時に、堀口選手が、この前手のフックをコーンって合わせた。ああいう感じのシチュエーション結構危ないのかなと思いますけど、ね、突っ込んでった時にそう結構ねギリギリで避けてカウンター出したりとかするから、ずっと向き合った時にもうずっとカウンター狙ってんだよね本当に。でしかもその反応がめちゃめちゃいいから、だから本当に大振りのパンチを出すと、まあ、合わせられてって終わっちゃうだろうなと思います。でやっぱ勝敗予想的に言ったら、まあ堀口選手は勝つのかなっていうか、まあ勝ってほしいですけどね、さすがに。まあでもね、結構そのプレッシャーの中で戦うっていうのもあるし、まあ俺と堀口選手が戦った時のあのシチュエーションちょっと似てるところあると思うんで、まあ何が起こるか分かんない戦いだなっていうことで、まあ注目はしてますけどね。逆にさ、まあ、ちょっとこれ、回のなんか立ててた作戦とかをちょっとバラしちゃうのかも分からんけど、なんかその金太郎選手が、こういう戦い方したら、なんか意外といけるんじゃないみたいなのってあったりするの？あ、それ気になりますね。いや、だからあれじゃない？そのもう、その、怖がらずにしっかり見ることじゃないですか。本当に、今まで堀口選手に KO されてきてる選手っていうのは、やっぱりその堀口選手の攻撃にビビっちゃってっていうのはあると思うんで、そこでビビらずにしっかり勝負できれば一番チャンスをつかむ可能性があるんじゃないですか。まあ何にせよね、その打撃だけじゃなくてその組み技もかなりうまいしスピードも速いんで、ね、まあ強いですよね堀口選手は。まあここで金太郎選手が勝ったら、まあなんか面白くなりますよね。なんでそこも期待しつつ、まあでも堀口選手のまた強さをね、見せてほしいなと思ってますけどね。現地行くんですか？もちろん行きます。確かにシンプルに楽しみだよね、面白いもんね、堀口選手の試合。そうね、まあ、日本でまた見れるっていうのはね、いいんじゃないですか、っていう感じで、まあ楽しみなカードでありますね。